一気に決めるわ。任せてください。それでも、ま、避けられる。そんな攻撃も避けられない。あ、あそこに誰か倒れてるよ。まさか、ちょっと負けたの？傷はそこまでひどくないです。きっと気絶してるだけかと。ユニちゃん、ネプギア、急に動いたらダメですよ。大丈夫よ。強がるんじゃないの？それにしても簡単にやられてなんてないわよ。紙一重というか。はいはい。それでそいつの名前は？ブレイブザハードとか名乗ってたわ、マジェコンヌのくせに。ブレイブザハード？あの変態のことでしょ？あれはトリックザハードだよ。あんたたちはそいつに勝ったの？うん、ギリギリだったけど。そう、あんまり長話しちゃダメで、街に戻って休む。プライド高そうだもんね、あの子。そっか、そうですよね。情けないの。一度負けたくらいで落ち込んじゃうなんて。私も落ち込むかも。ロムちゃんはいいの。だいたい私と一緒にいるのに負けるわけないんだから。みんなこれくらいポジティブなら苦労しないんだけどね。大変大変だよ。大変大変です。どうしたんだ、ニュユニちゃんがいなくなったです。まだちゃんと治ってないのに。ユニちゃんがどうして？手間。ここに行くんだね。行くよ。私の番です。私の番。まだ戦うつもりで挑む。この戦い絶対に負けられません。このターンで決める。誰にしようかな。見てなさいね。やっと回ってきたの。デイ、よし、私の番ですね。ゲーム業界。何やってるんだろう。これまでいた、ユニちゃん。ネプギア、みんな心配してるよ。心配しなくてもいいのに。心配するよ。そんな寂しいこと言わないでよ。私なんて、いてもいなくても変わらないじゃない。そんなことないよ。私、ユニちゃんにも手を貸してほしくて。それで。なんでよ。ユニちゃん負けちゃったし。いつかお姉ちゃんを任した敵を私が倒そうと思ってたのに。なのに負けちゃったし。これまでやってきたことなんて全部無意味だった。それはユニちゃんが一人だったからだよ。そう、私は一人ぼっち。あんたにはたくさん仲間がいるのにね。お姉ちゃんがいなくなってから私はずっと一人で。ユニちゃん、まあもともと無理があったのよね。お姉ちゃんにできなかったことが私にできるわけないんだから。最初からできもしないことのために頑張ってたんだ。そんなこと。ネプギオ、私だって一人じゃお姉ちゃんに全然かなわないよ。それでもお姉ちゃんができなかったことをやろうとしてる。ううん、
絶対にやらなきゃいけないの。絶対にお姉ちゃんを助けないといけないから。お姉ちゃんを。でも一人じゃ無理だから、だからいろんな人に、たユニちゃんやロム、みんなで、私、うん、一緒に。ネプギア、それは所詮。あんたはブレイブザハード。この人が、このような場所で女神子、無駄な殺生は好まぬ。できません。私は絶対、あの、もう一人の小娘はどうだ。力量の、それはユニちゃん。二人一緒なら。そうね、ユニちゃん。そうか、世の中、女神候補生だからして甘く見ないでください。装着完了です。この胸の正義を貫く。これからが私の本気。本気で相手をしてあげる。美しく決めるわ。もう迷いはありません。さあ、私の相手は誰かしら。どこ見てるのよ。無駄だ。いた。迷いはありません。相手が誰でも負けるつもりはないわ。そしてみんなを守りたいんです。その意志、しかと受け止めたぞ。ゲーム業界を守るため、私たちは負けられないんです。やったぞ。レベルレベル、力が湧いてくるよ。おお、どうですか。勝った。本当に勝った。次に会うときはこちらも本気だ。やったね。うん、そんなことないよ。そういうことね。えネプギア、本当？そんなに喜ばないでよ。そうだネプギア、さっきのこと絶対誰にも内緒よ。さっきのことだ、だから私がちょっと弱気になってて、へこんで泣き言ばっかり言ってずっとうじうじしてたこと。大丈夫、絶対誰にも言わないよ。そこまでひどくなかったでしょ。あ、早く戻らないと。みんなもユニちゃんのこと探してるし。こら、聞いてんの。で、まあ仕方ないから手伝ってあげるわ。よくもまあこんなひねくれ者を説得できたものね。ギアちゃんにかかれば誰でもコロッと仲間になっちゃいそうですね。それほどでも。それにしても手伝うのはいいけど、私たちの足は引っ張らないでよね。よろしく。うわー、すごい、女神候補生が勢ぞろいだよ。うん、あのコンサートの時以来だね。これならカットも同然に。気がついたら随分な大所帯になったわ。はじめは私と。はい。これでも、はい。私たち教祖まで揃うなんて。二人ともいい子にして。まあちゃんと。で、結局あんたはプラネテューヌで何。ご挨拶だね。善意の協力をも。ケイさんはシェアクリスト。それで他の皆さんより先に。ああ、もしかして私たちが材料を取ってきたやつ。その通り。我が国の女神候補生も。別に仲良くなってなってないわよ。全然緊張感がないニュー。シェアクリスタルも明日の朝には完成します。明日。できる限り。いえ、あんまり。私は大当然よ。頑張ろうね。あ、さ
緊張。指揮官がそんな様子では作戦全体に影響を及ぼすぞ。あなた方は？お久しぶりですね、イストワール。またお会いできて。ええ、本当にお久しぶり。あなた方の協力がなければ女神救出の可能性はほとんどついえていたでしょう。そんな他人行儀な言い方はやめてください。お互い知らぬ仲ではな。そうですね。何人かはきっと今3年前私が無謀な作戦を。誰のせいということはありません。犯罪心に信仰を捧げたい。そして女神たち。しかし女神たちを送り、私は最初。それでもイストワールも信。今さらくだらない。イストワール。そうですね。ようやく夜は。はい、皆さん、へい、バッチリでヒュ。思いっきり緊張してるじゃないの。大丈夫ですよ。さあ。はあ、おっきいわね。きれい。これだけの視野があれば。はい、きっとネプネプを助けられる。ででは、私は転送装置のコアとの向こうには私の声しか届きません。ですので、何か起きても、こちらから手助けをすることは。ふぅー、いよいよだよ。この日のために、頑張ってきたんだよね。あなたたち、絶対に、レールお姉様を。ユニ。皆さん。はい。ネプギア。って見つけ。ゲイブさん。探すのに来る。ごめんな。この手さ。それじゃ。あ、あた足を。あまりしゃ。待たせたわ。もう。あら、本当ね。